宝箱多いね。ヨガのかけら、素材とかかな。さあ、ストレス解消もしたところでこのゲームそんなストレス溜まって、え、待って、やば、来たよ。え、待って、今どうだった。バトルレックスじゃん。ああ、3回ガードすんだ。届くじゃん。立て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 。めっちゃバトルレックス切ってんだけど俺。あ、1,2,3 っていう感じなんだ。バトルレックス出た。おー、なるほどね。立て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 。いいよちょっと待って。バトルレックスちょっとかわいそうな時なんだけど。なんでこっち来たの？ねえ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 。バトルレックスはこっち来なかったら永遠に向こうから攻撃できるのにさ。こっち来るからずーっと切られてたよ、今。いや、必要な死体蹴りだったな、今。何？アローインプ。ちょっと待って、ちょっと待って、何今の、ちょっと待って、何決めた、ちょっと、ちょ、情報量が多いね、ちょっと、情報量が多いって、ベビーサタン、ベビーサタンが多すぎるって、何そのベビーサタン、ちょ、一体ずつ出てくんない？ベビーサタン今、どうなってた？何これ、ベビーサタンタワーみたいになってるよ、今。ベビーサタンタワーみたいなのできてたよ、今。なんでまた終わりするって思う。ねえねえ、君たちさ、スライムタワーとかから始まってさ、何でもタワーにすればいいと思ってない？このゲーム。ベビーサタンがタワーになる。そもそもベビーサタン単体にされててねえじゃん。やばいの来たな、これ。これ普通に、普通にやばくない？ちょっと待って、普通に、ちょっと待って、これやばくないか？これ普通に、難しいんだけど。よし、ホイミスライムだけよ、あとは。はい、まだ来る？うわっ、やべ、よし、さあバトルックス、おい来いよ、おい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 、なんか来た、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 上来てる、上来てる、上来てるよ、立て、うわ、バトルクスマジ出る、結構、待って、結構やばくない？よし、結構普通に強い抜くんだけど。おー、なんか軽いボス戦みたいになってるぞ。スライムだ。なんだお前、スライム。なんだお前、スライム一体で。この子に及んで、おらーそりゃそうなるでしょう。あ、2体になった。何、どんどん増えていくの？困るんだけど、今のはちょっと反応に困るんだけど、今どうすりゃよかったのあんな今更スライムポンって出て、どうすりゃよかったの？あ、ベスになった。今更出られても、待って、なんかいる。え、何、誰、誰ですか、あなたは。なるほどな。こいつがここ最近暴れ出したっていう鱗の。ああ、これオープニングで出てたやつだ。あれ、バウドの声とそっくりだったのに。ああ、何、こいつだけ妙に人間臭い。人間臭い、どういうことだ。え、何、やっぱその声バウドと一緒だよ、お前声。来るぞ、迎え撃つんだ。はーい、よし、ボスやな。そうそう、やっぱバウド、お前の声とそっくりだよ。同じ声優？もしかして。嘆きの怪物。相手の動きよく見ていこう。1。スクルト？あ、バウンかけてくれんの？ありがたいね、バフは。はいはいはい、普通のキック。なるほどね。普通のキック。あ、結構これ跳ね返さないとダメかな？はい！あー、それで違う。でもあ、毒食らってる。ちょっと待ってね、ちょっと待って、ボスさん。ボスさん、ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってね。
今からちょっと道具使うでね、ドボスさん、ごめんね。ちょっと待ってね、タイムね。道具カツカツだぞ、意外と結構薬草使ってる。どっかでダメージ与えれる手段が、しもべ呼んできたし。あ、届くね。よし、届く。横の方が効くね。これカウンターとか、いやでも多分ね、跳ね返すんだと思うよ。クソ、食らうか。届くのか届かないか分かんねえな。なかなか届かねえな。どっかで多分あれを跳ね返すんだろうな。そうだな、跳ね返さないとまともにダメージ与えれんねえな、これ。よし、跳ね返すか。届かないもんね、若干中立だから。お前ここは攻撃パターンできるね。帰んなよお前、攻撃し始めたのに。人が攻撃し始めたの、帰んなよお前。お前帰んな。おい、ブラック企業と同じやぞ、帰んな。ブラック企業と同じや、まだタイムカード押してもまだ働くんや。おい、分かるか。クソ、分かってない。あいつブラック企業の心分かってねえわ。分かるわけないわな、俺も分かってねえんだから。オッケー、あ、跳ね返したら32も出る。結構出るな。よしよしよし、分かってきた。ブラック企業、あいつにブラック企業ここを教えたのや。ここを教えたるで、俺ブラック企業に勤務したら俺の生き様教えてるぜ。あいつブラック企業に勤務してる俺の生き様見せてやろう。もう帰ったらあかん、勝手に俺人が攻撃してんだ、帰ったらあかん。帰んなよ、ほら来たよ、こっからよ。あ、何？え、何？元気玉じゃん！待って、元気玉！あ、止めれる！あ、あれ、多分攻撃するときに止めれるんじゃないかな、もしかしたら。よく見て。はい。それすんな、それずるいぞ、ヒットアンダーウェイ、ずるいぞ。よし、横。はい、いいよ。あ、くそ、ミスった。これミス。ガード忘れるの、分かってる。あ、これ食らう。毒食らうな、いや。まあでも、もう仕留めれるに。ここは毒消しを使っておこう。毒消しを使っておいて、多分もういける。大丈夫。もういけるわ。あいつホワイト企業戦士だから。ブラック企業戦士の力見せたろ。おい。ブラック企業の力見せてやるぜ。ブラック企業勤務の俺の力見せてやるぜ、おい。これ止めれんじゃない、もしかして。ごめん。ブラック企業、お前、おい、止めれないよね。さあ、そろそろ取るものさせていいですかね、こいつに。必殺拳で終わるよ。お前、必殺拳で終わる。大丈夫です。必殺拳で終わる。もう必殺拳で終わる。じゃあ俺それ倒そうかな。何で仕留めてやろうかな。稲妻雷光さんでいっか。おい、勝負じゃ、必殺拳。よっしゃ、これで終わろう。最後は必殺拳で綺麗に。よし、うわー、ちょっと待って、35綺麗。35弱ー。35回転させるの忘れてたわ。くそ、タオル振るの忘れとった。くそ、音ゲーのタオル振りが結構かかったな、21分。結構かかってんだね。B! あれ？そこそこいいじゃん。C の今までと大違いだ、そこそこいいじゃん。まだ生きているな。まだ生きているな。出た。よくあるやつ。こいつのとどめは俺が刺そう。お前は下がっている。あ、人間臭いのに刺しちゃうの、とどめ。さっき稲妻雷光山したよ。さて。うん。土下座してる。あいつ、土下座してるで。許してくださいって、ホワイト企業選手が土下座してるぜ。悪かったな。俺のことを恨むんじゃない。土下座しとるやん、ホワイト企業のやつが土下座してる。これコンビニ土下座みたいなことやろ、要は。やめて。あれ、いつの間にいたの？殺しちゃダメ。あれ、お前、いたなら来いよ、セティア、もう。
一緒に来いよ、いたなら。どうやってスネ夫と一緒に来たんや。スネ夫お前羨ましいぞ。お前スネ夫と静香ちゃんの関係やめろや。お前そういう、お願い殺さないで、お願いだから。え、セティアの知り合いなの？その怪物は。あ、分かった、兄でしょう。私の兄さんなの。ごめん、俺が初めに言っちゃったばかりに面白くないことに。あ、兄かって言っちゃった。兄かって言っちゃった。兄かって言っちゃダメだよな、今の。そこは、って言えるようにしないと。ダメだな、俺も。実況者、まだまだですわ。お前なんでそんなもん、もうちょっとかっこいい魔物になれなかったの？兄さん。ねえねえ、フォルグ兄さん、もうちょっとかっこいい魔物になれなかったの？ホメロスみたいな。せめてホメロスみたいなかっこいい魔物になるよ。見ろ、この腕を体をじゃないよ、君。お前の前からいなくなった時より、さらにひどいと思わないか。うん、もうちょっとホメロスみたいにかっこよくなった方がいいよ。魔物になってさ、大体さ、変なやつのばっかだもん。ジャダーマとかさ。人間から魔物になると基本的になんか変になる、気持ち悪くなっちゃうんだよね。せめてホミロスぐらいになってくれよ。もう自分の思い通りにすら動けない。まるで魔王に体を。おお、赤目、赤目、C 赤目かい。さっきまで赤目だったのにまだ赤目になるかい。そんなのありかい。帰った。すげえ、リズム、理性は残ってたの、帰ってったんやな。スネオは何か言わない。あれ、ペンダントが、え、何、階層入んの？階らなかった。あんな怪物になってたとは。セティアさんだったな。へえ。話を聞かせてくれないか。なんかあるんだね。多分何かしらのことで魔王に使われたんだね。でもそんな理性の、あ、でもそっか、理性残ってないみたいなもんだったもんね、結局のところ。だから襲うしかなかったのね。前だったの。あ、やばい、階層入りそう。兄さんが突然高熱で倒れたの。もうちょっと声張ってくんない？それから兄さんの体にどんどん鱗が生え始めて。いや怖いよね、兄さんの人の体にそういうさ、茨が生えたりさ、鱗が生えたりしたら怖いよね、確かに。でも兄さんにとにかく治ってほしくて一生懸命お祈りもしたわ。結構怖いよそれ。人目につかない森の中で暮らすようにしたの。でもその頃は理性があったんだね。で、ある日突然出てたわけね。私は諦めなかった。どんなことをしても元の体にって。なのに朝目が覚めた。兄さんも。ホルグの身にそんなことが起こっていたとはな。黙っちゃうな。こういうシーンで何を言えばいいんだ。あ、おスネオ急に喋った。スネオお前急に来たな。スネオさんたちが退治しようと向かった後でしたからね。なるほどね。しかし間に合ってよかった。と喜んでばかりもいられない雰囲気ですね、これは。うん、待てよ。そういえばフォルグは言っていたな。そうね、魔王に体を操れ。だがそういうことじゃないの。あのフォルグの姿は5年前に戦った魔王の姿に似ていた。5年前に戦った魔王の姿。魔王ダサいな。ちょっと待って、魔王あの体な。魔王あの体だとしたら結構ダサいぞ。歴代の魔王の中で一番ダサくなっちゃうぞ。一体何が起きているというんだ。歴代の魔王の中で一番ダサい魔王になっちゃうぞ、あれじゃ。指さすなお前、指さすなお前、すね、お前すぐ人に指さすな、指をさすなお前。押しちゃいられません。早く母上の元へ。外れないって、呪い装備ってしてるから。般若の面は外れねえんだよ。般若の面と一緒に外れないんだって。俺も行こう。魔王の手によって何かが起ころうとしているのは間違いなさそうだしな。第5章決断。なんか急になんかかっこよくなった。決断になったわ。なんや、槍構えてくんな人に。なんで槍こんなん構えてんねん。お前自分がそのポーズがかっこいいと思っとるやろ、お前。なんやこれ。
さんたちはなんで一人にすんねや。ねえ、ケイスさんも思わないの？いつもなんかティラ君は帰ってくるのが一人だねって思わないの？ねえ、ケイスさん思わないの？謎に思わない？なんかさ、ケイスさんも。なんでティラ君はいつも一人で帰ってくるんだろうみたいな。何俺いつも仲間外れなの基本的には。そうですか。それを聞いて安心しましたよ。能天気すぎるだろ、今のは。いや、これじゃ兵士もう意味わかんなくなってんじゃん。慌てくれたらこそじゃないのに、ティラは普通に戻ってきたみたいになってるやん。兵士もうお前意味わかんなくなってるじゃん。もう自分の中でおかしいなって思わないの？